オム -2 オム -2 は日本が独自開発したソラタイクミサイル。航空自衛隊の採用を目指したが正式採用には至らなかった。1968年に航空自衛隊の次期主力戦闘機として F-4E の回収型が選定された。そこでは AIM-4D ファルコンミサイルの搭載が選定理由の一つに挙げられている。 1969年に69式空、対空誘導弾が正式化したことにより、1970年より F-4 搭載用空対空ミサイルとして、ゾン -2 の開発が開始された。技術研究本部と三菱重工による開発であり、性能は AIM-4D を超えることを目標としていた。誘導方式は AIM-4D と、 同じく赤外線ホーミングを採用しているが、限定的ではあるものの敵機前面や側面からも攻撃できる全方位攻撃型の赤外線ホーミングを採用し、高性能ロケットモーターの使用による運動性や射程の向上が図られていた。また、AIM-4D と比較して弾頭威力を向上、近接新化も装備されており、 モデルの AIM-4D の問題であった小さな弾頭と近接新幹の未装備といった問題を解決していた。その他、電子機器の信頼性向上が図られていた。そのため、オムマイナスには外形こそモデルの AIM-4 に酷似しているものの全くの別物と言ってもいいものであった。ゾンマイナスには発射試験も実施し実用化の全段階までこぎつけた。 しかし、ベトナム戦争後に余剰となっていた、アメリカ製の AIM-4D と比較すると、性能面では上回るが、コスト面で立ち打ちできなかったためこれを輸入することとし、航空自衛隊に装備することとなった。このため、ゾンには1975年に開発中止となっている。ありがとうございます。